メニュー。これ手配したの？教えない、秘密。教えてよ。いや。现在我要送生日礼物给文当了。两个でいいよ。お。何これ？前なんか午前中欲しかったね。え？ルーちゃん TQ じゃん。竹尾菊池じゃん。実はね、ルーちゃんと一緒に歩いてた時にたまたま前に歩いてた人が竹尾菊池のなんかなんだろう袋を持ってて、その袋を見て俺が「あ竹尾菊池だ、いいな」って言ったら、ルーちゃんが「竹尾菊池好き？」ってめちゃめちゃ目をなんかキラキラして俺に聞いてきて、ん？って思って、もしやルーちゃんもしかしてプレゼントを竹尾菊池の財布にしたのかなってちょっと思って、ルーちゃんちょっと責めたら、違うもんっつって分かりやすかったんだけど、やっぱりそうだったかもしれないラッピングお金かかった？お、かっこいい、センスある。お、ここの色がまたセンスあるね。そう、私そこの色はすごい好きで、これを選んだ。かっこいいと思う。どこで買った？竹尾さんが。そりゃそうやろ。小銭入れ。うん、いいね。小銭入れ欲しいって言ってなかった？そう、言ってた。ありがとう、るーちゃん。嬉しい。これ高かったよ。当てていい？うん、いいよ。1万5000。もうちょっと高い。え？1万8000。高い。それより高い。うん。1万9000。もうちょっと。2万。2万1000。そんなするん？うん。申し訳ないね。いや、6000円だよ。あ？ありがとう、でも大切にします。一つ目はかっこいい男になる。帅ね。そう、やっぱり毎回かわいいかわいいって言われるから、かわいいをかっこいいって言わしたい、うん、そういう男になりたいな、うん、帅って言われたい。そう、帅。なんだろうな、心にもっと余裕が欲しいなって思う。やっぱり仕事とかもそうだけど、心に余裕がない時はやっぱあって、そういう時にもっと心に余裕があったらいろんなこと考えられるのになとか、そういうの思っちゃうから、もうちょっと心に余裕を持って、まあ、それも大人に近づきたいっていうのがあるかもしれないね。もうちょっと落ち着いて物事を処理できるようになりたいなって思った。まあ、3つ目は秘密だな。教えて。やだ。现在我跟文丹回忆我们两个去年拍的文丹生日影片。あれ？
ゆうちゃん前手紙書いてくれてたけど今回なかった気がする。今回ちょっと時間はなかった。ごめんなさい。ゆうちゃん手抜いた。ないよ。愛が減ったな。ないよないよ。つら。ほら昔はこんなハリネズミみたいな可愛いやつ作ってくれたのに悲しいな。ルちゃん美味しかった？美味しかった。ね、美味しかったね。我们刚才从那个餐厅出来，现在走路要去车站的路上。元旦誕生日おめでとう。ありがとう。素敵な一年になりますように。ありがとう。虽然今天是一个很简单的影片，但是如果说你喜欢我们的影片的话呢，都欢迎帮我们按赞，然后分享，然后呢也可以留言跟文章说生日快乐啦。那我们就下次影片再见，拜拜。拜拜 ，see you next time。拜拜。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。みんな見てね。